はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。かずなり様、山根様、なんちゃん様、しずか様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に誠に、恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。山根さん、大阪懇親会、来てくださるそうであります。お会いできるのを楽しみにしております。チャンネル登録、メール登院登録、よろしくお願いいたします。西田敏行さん、76歳、死去。世田谷区の自宅で倒れていたところを発見された模様を慎んでお悔やみ申し上げます。死因は報道されておりません。倒れてたって言われるの、そっちかなんかですかね。釣りバカから将軍様から、アウトレイジのヤクザまでこなす演技派でありました。同じ福島県出身であります。って言っても私生まれは北海道なんですけれども、JNN 調査、不記載議員46人中、劣勢20人、接戦5人、優勢20人、1人足りないけど、なんだろうね、これね。1人はどうなんだ。世論です。不記載12万は草。こいつはガチでただミスってそう。不記載12万。でも比例復活不可にされちゃった人、いるみたいですね。26人も当選するのかよ。半分以上受かるとかおかしいよ。これ自民アンチでしょうね。これも半分政府ってことだろう。4万の人は大丈夫やったんかな。裏金言うても合法だからな。自力で生き残れるなら裏金いらないやん。10、12、14万円はさすがにいいやろ。これはただのミスで勘弁してやったらみたいなことかな。そもそも裏金議員がほんまにこれだけなのかが疑問。まあ野党にもいっぱいいますからね。いわゆる裏金議員、非公認12人、比例復活不可43人で合計55人だったと思いますけれども、うち数人が不出馬で立候補してんのが50人ぐらい、優勢20人だけ当選するとなると30人ぐらい落選っていうことになりますね。30人ぐらい落選すると単独過半数割れします。26人減ると単独過半数割れ。15年ぶりですからね。この計算はこうなってました。過半数が232人で、現在258人いるから、26人減らすと15年ぶり単独過半数割れと。石破に処分の責任を問うには十分じゃねえの。余計な真似して比例復活不可43人にして、自ら勝ち戦を困難にした責任は重いですよね。なんてバカなことやってんだろうね、石破ね。石破茂、総理になって突然、靖国神社例大祭に内閣総理大臣石破茂の木札がついた正垣を奉納。だから詩人として、個人の石破茂としてじゃなくて内閣総理大臣として奉納と。岸田や菅総理の前例を踏襲したとのこと。クリスチャンを自称してまして、今まで参拝なんかしたことなかったのに急にね。世論です。結局奉納はするのか。パヨ発狂血涙、やたら発狂しているやついて草。ほんと風見鶏だな。ゲルは奉納を批判してなかったか。まあ安倍総理がやること何でもかんでも憎かった、ですからね。してたかもしんないな。急にブルーリボンつけたりして白々しいんで、公人でいるうちは靖国に近づかないもんだと思ってた。クリスチャンじゃなかったのか。クリスチャンでも別にいいんですよ。神社は宗教じゃない。神道は党であって道であって宗教ではない、と言われてますから、という建前ですから。8月15日にも行って物議をかむせ。そうだそうだ、前例に倣うので参拝はせんのね。これで保守票を獲得できるとでも思ってんのかね。こんなもん一日ニュースにすんなと。総理はそうするんですって言われて何も考えずにやったと思うんですけど、総裁選前ブルーリボンバッジつけたことがありませんでした。つけようって言われた。総裁選中はつけた。総裁選が終了すぐ外した。何も信念もない空っぽな男ですから、靖国に報道したところで騙されないでください皆さん。総理はそうするんですよ、言われてやってるだけですから。掲示板ではパヨとゴモとホロンブが盛大に発狂しておりました。パヨは特殊な日本人、ゴモは中国系、ホロンブは韓国系、北朝鮮系であります。こんなもんいちいち報道してね、煽りたいゴミの思惑にまんまと踊ってますね、パヨどもね。ストレスで免疫落ちて風邪ひけばいいのにな。衆院候補者 NHK アンケート調査、女系天皇に賛成度が高い順に、つまり
日本人の敵の順に、共産、社民、立憲、案の定ですね、中間が公明と令和、反対度が高い順に賛成、維新、自民、民民と、公明と令和は大部分が回答拒否で中間になっておりました。候補者全体では賛成 33%、 女系に賛成ですから日本の敵ってこと、日本人の敵ってこと、反対 45%、 回答拒否が 22%。 こんなもん考えるまでもない問題だと思うけどなぁ、世論です。回答しないってなんだよ、これはあの政策を聞かれて項目いろんなイエスノーで、候補者にはまあ答えなくてもいいんですけど全然ね、石破は女系賛成じゃなかった？麻生さんが抑えてる。共産社民は皇室打倒じゃなかった？打倒です。共産党は皇室打倒を当然に掲げております。皇室があると、人間はみんな平等じゃなくなるってへりくつで、共産は女系になったらすぐ断絶したから廃止とか言い出す。女系にするってもう皇室廃止ってことだろう。中継ぎの女性天皇はいいけど女系は絶対ダメ。いきなりですが獣医として遺伝学も習った靴沢講座、覚えて知人にマウンティングしてね。なぜ男の染色体 45XY と、X 染色体が45本と Y 染色体が1本、女性の染色体46本、 X だけが46本、男の Y は実は X の足が欠損しているものでありまして、猿は人より毛が3本足りないって言うけどそれどころじゃなく男は女性より染色体の足が1本足りない、まあ、どちらが生物として上出来かは言うまでもないですね。どちらが生物して完全かってもちろん女性ですよね。でこの Y 染色体は父から息子に形を変えずそのものが受け継がれます。なので神武天皇と金城陛下の Y 染色体は同一と考えられます。これが受け継がなければならない高等の正体ですと、なんで、受け継がなければならないのか、その方が都合いいから。日本人がうちのあの皇室、は実在が確認されてるだけでも1500年以上、2700年近く続いてるって言われてんだよねって言われるから、権威があるから、皇統が親戚降下したですね、源氏や平氏の当主も同一です。で、鎌倉源氏、まあ、頼朝、実朝、あ、忘れちゃった足利氏、明智光秀、秋田県知事の佐竹氏なんかも Y が同一、織田信長が自称通りですね桓武平氏の末だったらば桓武天皇の子孫ってことですから、スケート選手の織田信成選手も同一のはず、上皇陛下、金城陛下、孔子殿下、悠仁内親王殿下の Y も同一。なのでこの男系は守らなければならない。その方が日本人に都合がいいから、威張れるから、権威が増すから、母から娘に形を変えず受け継がれるってものもありまして、それはですね、ミトコンドリア DNA、ミトコンドリア DNA、細胞内、器官である、酸素とですね、エネルギー、酸素と、食べたものを燃やしてエネルギーの元である、まあ、代謝を司っているところなんですけども、なのでもし皇室がですね、もしもよ太古の昔からずーっとずーっと女系できたなら太古のミトコンドリア DNA がそのまま残ってるはずなんで断固女系維持ってなってたかもしれないんですけれども、でもそうではないんだから男系を維持しなければならないと、男系を女系に変えるってことはですね皇統の正体を Y 染色体からですね、嫁で左右されちゃうミトコンドリア DNA に変えてしまうということですから、日本を滅ぼしたいパヨにこの話しても全然理解しようともしないしバカでそもそも理解できませんけれども、欠損した染色体の足の部分にですね出産能力や自生というものがあったんじゃないかって私は思ってるんですよね。自生、
男は女性よりあの危険好んで山探検したり、危険を犯して、崖登ったり危険を犯して洞窟の中調べたり危険を犯して川下ったりいろいろやるでしょ。あとですね、あの自分が属する組織のために命がけで戦うのも、まあ、自制を奪われたからじゃないかな。特攻なんてあの男しかやんないでしょ。あの女性にやれって言ってもやんないんじゃねえのかな。女性の最大の発明品は男、自分の代わりに探検探索させ戦わせ政治みたいな面倒なことをやらせるために女性が男を作り出したって思ってるんですけど、どうでしょうね。ちょっと危険について麻痺してないと、ほらあの探検してくれなくて自分のあの生活エリア広がんないじゃない。もちろんあの高市さんやサッチャーみたいな傑物も女性政治家存在しますけれども、共産党に好意的な毎日新聞調査でさえ共産党半減の危機、ざまあ、現在10人いる共産党の衆議院議員5、6人になるのではと毎日に言われてしまうほど各地で苦しい戦いだそうであります。200人以上出して5、6人しか浮かんねえのはコスパ悪すぎですね。世論です。存在が違法だから、あんだけ工作員が暴れているのに、自民党を論戦で追い詰めたはずなのになぜ、追い詰めてないからでしょう。共産党員しか投票せんだろ、共産党支持者じゃないけどってなりすまし支持出てるんか、人気ない警戒されてるって自覚はあるんだな、頭に共産支持じゃないけどって忘れずに、支持層の高齢化と令和に票を奪われてるんやろな。自民党逆風選挙なのに共産党は半減の超絶大ダメージ、自民党過半数割れ、共産半減、社民消滅、一体どこが伸びるんだ、どこが伸びるんでしょうね。C カズオ若者かっこ60代に聞いていただきました。高齢化とですね、ぶっこで支持者どれくらい減ったんですかね。若いバカは令和に行っちゃうし、共産党の2022年の参院選比例票は全国で361万票でした。年間約150万から156万人が自然にぶっこ、その大半が高齢者であります。2年間で約300万人の高齢者がぶっこしてると考えられるけど、そのうちどのぐらいが共産党支持者だったんでしょうね。気になります。今回まあ結果出るでしょうけど。っていうかね、あの公安監視対象の政党が存在していること自体おかしいよね。欧米見習って共産主義を非合法化すべきなんだよな。あいつら絶対にね、あの平等分配に絶対不可欠な富の収奪を言わないんだからね。みんなに平等に配るためには一旦ね、あの全部あの富を、まあ、金、土地、建物、資産、権利、労働力として人民の自由なんかも含まれるんですけど、それをね、あの共産党の所有にしないと無理なんですよ。だから一回全て共産党に全部奪われる、嫁も子供も労働力として差し出せとか言われる、それを絶対に言わない、それがあの平等配分分配には不可欠なのに、それは絶対言わない。共産党、関西経済連合会、関係連っていうらしいですね。所得が多い高齢者の年金を停止するか減額すべき。すごいこと言い出しましたね。世論です。税収過去最高なのに、じゃあ法人税倍にしようぜ。払ったもんが手のひら返されるなら現役世代が払わなくなる。それやったら高所得者は年金支払いやめちゃうだろう。所得があっても納税してる高齢者から年金も取り上げるの、それはさすがに詐欺だろう。これは無理な理屈では。年金はですね、もしも長生きしちゃったら保険ですからね、保険です。給付前にぶっこしたら、無事故無違反の場合と同じで1円ももらえないんですよ。なので給付時期にたまたま所得があったとしても保険金もらえないっていうのはおかしいんですよ。それにですね、これだけもらえますって歌っているものをやっぱあげませんっていうのは詐欺でしょう。関西経済連合会役員会長、住友電気工業の会長、役員岩谷の社長、阪急電鉄の会長、久保田の顧問、
三菱 UFJ の顧問、西日本鉄道の相談役、近鉄の顧問、ダイキンの社長、川崎重工の会長、三井住友銀行の顧問、パナソニックの副社長、オリックスの社長、塩野義の副会長、東洋坊の会長、 NTT 西日本の顧問、関西電力社長、そうそうたるメンバーですけど、年金の本質は保険って誰も知らないですかね。こんだけ揃ってて、それ保険だから誰も言わねえのがね、揃いも揃ってバカなんじゃないの、バカなんじゃないの本当に。今日の単身です。共産党の手先 NHK 高市議員靖国参拝と、をですね、日中関係ニュースカテゴリーで放送しておりました。これは中国に騒いでほしい、問題にしてほしいという NHK の願望の表れですね。石破の奉納もそうだけど、こんなのいちいちニュースにするなと。高市さんもですね、できる限りしょっちゅう靖国に参拝していたら、まあ、休憩がてら靖国に参拝していたら、そのうち報道もしねぐなんじゃねえかな。いちいち選挙公示日に自民党公式ホームページがシステム障害、山梨県ページには海外から大量のアクセスがあったみたいであります。どこの国からのアクセスか報道せず、マスゴミは破壊工作されてんだから報道せえよバーカっていう話なんですけど、法整備不足の指摘を無視して突然認可された電動キックボードですが、メーカーのループ社監査役に樋口武史元警視総監の名前がありました。交通事故の約半数に電動キックボードが絡んでるそうであります。今は、天下り先増やすために 50cc の原付バイク廃止して電動キックボード推しですか、そうですか。外国人も乗ってんの見かけますけれども、事故った時にちゃんと賠償せずに母国に逃げそうだな。来年から警察官、日本のね、警察官にアメリカンな携帯カメラ装着実験を開始。これアメリカの警官訴えられることが多いから、カメラ撮ってるんですよね、キムチをね。自分らに都合悪いデータはなぜか消えるんでしょうけれども、録画してですね、暴れるパヨ、辺野古の妨害とか、公務執行妨害でどんどん逮捕してもらいたいですね。朝日新聞社アエラ、新東京都八王子市の自民党市議 A 氏によると、萩生田光一事務所、自民党八王子市議11人の中にあえらの取材を受けた人は一人もいません。自民党市議団が正式にあえらに抗議するそうです。嘘こぎましたね。また無から有を妄想で作り出しましたね。慰安婦と一緒だ。そんなことやってっから信用されるなんて落ちぶれてんでしょうが、自業自得ですね。もう誰もまともに取り合わないから、どんな嘘書いてもいいけどさ、未だに朝日読んでるような人は治療不可能だし、嘘を嘘と見抜けないような人ですしね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。